よりいパーキングエリアは埼玉県大里郡より町及び深谷市にある関越自動車道のパーキングエリアであるスマートインターチェンジを併設する上り線側施設は深谷市下り線側施設はより町に位置しているまた東 PA 下り線側から100メートル未満の近距離に三里町との町境があるリニューアル前の上り線施設下り線施設 よりいんスマートインターチェンジ、下り線入口よりスマートインターチェンジは、よりパーキングエリアに、併設のスマート IC である。2012年4月17日に、国土交通省より、連結許可が下りた。その後、三里町長を会長とし、深谷市、より町、東日本高速道路、国土交通省関東地方整備局などが参加する。 よりスマート IC 地区協議会の話し合いに基づき、事業を進めているが、上り線側の用地買収が難航し、一度、開通予定を延期したもののその後も目処が立たない、ことから、まずは、順調に工事が行われた、下り線側を先行開通させる方針を2018年10月に、決定、方針に基づき準備が進められ、下り線出入り口は2019年3月28日に、 供用開始された。その後、上り線側の用地買収も完了したことから、2020年2月より工事が開始され、上り線出入り口は2021年3月28日に供用開始された。利用可能車種は ETC 搭載の全車種で24時間運用となっている。JR 八高線、松久駅から徒歩24分。 よりスマートインターチェンジに関するカテゴリー、ありがとうございます。